だから今日も松木曜でおむつ重ね着して大量外いしてゴリロス枕濡らした過去二日の夜から超えて おむつを枕に巻いて、枕を濡らさないようにしよう。言いちゃってる。ということで、皆さん、どこかに行っちゃってました。言いちゃってる。介護なり、いろいろあって、ね、個人的な問題もあったりして、問題っていうかさ、まあ、いろいろなコミットメントだよね。あってさ、YouTube どころじゃなかったのよ。本当に、いろいろ重なったのよ。ね、こんなことあるで ね、今まで空港で深夜にさ寝落ちライブしてたんだぜ前は、ね、あれは去年の9月ぐらいだったな夜中の3時とかあとはな野宿ライブもしたよなコリアンメスゴリにねメスただ飯食いトラップかかってもんな なんだようん、ということでみんな戻ってきたゴリお前ら嬉しいか海鮮代お再おせんしないからゴリ仮に行ってきたんだよ、うん、やっぱ自給自足だよやっぱりお再戦が途切れたらやっぱりやってきねえもんこっちもやってらんねえよ <laughs> ということでお久しぶりですみんな何してる息してたどうも みんな、息してるゴリチムです。ということで、ゴリチムまだ引退しないよ。ということで、Q3 GDP 激強。ね。うん。やばかったね。そして、パウジー、リ下げまだできねえって話ね。そして、送り人へビットコインカウントダウンか。アマゾンの計算がやばくて強すぎたって話ね。うん。Facebook も強かったんだけどね。で、結局 GAFAM で弱かったのは Google だけ。Microsoft 強かったしね。Apple はまだだけどね。ということで、話していきたいと思います。 ということで、ビットコインは3万4千のところなんだけども、まあ、ETF 申請の運のな話ね。で、一方で、アマゾンね、決算が出てめちゃめちゃ強かったから、上がってるよね。来週の月曜日、この辺まで行くんじゃない ?130 とかね。で、マイクロソフトも強かったわけなんだけど、マイクロソフトを戻しちゃってるね。で、Facebook も強かったんだよね。でもそんなに上げてないよね。結局、ボコボコになったのは Google だよね。うん。Apple どうなるか。多分悪いと思うよね。物販だからね。Tesla と一緒で物売れねえからな、Apple ってハードウェアだから。 テスラもハードウェアだからさ、やっぱコストかかるからね、ソフトウェアと違って。っていうことで、テスラこの辺ね。だからこれ200ドルここのサポート切ったら100ドル台だもんね。で、エンビリアも落ちたよね。うん、これ落ちてくるよね、エンビリアも。で、パランティアなんか落ちてないんだけども、EB 関連二オとかめっちゃ落ちてるよ、うん。で、まあビットコインは上がってる。ということで、まずね、あのー、GDP の話ね。あの先週の、じゃな今週の木曜日か、うん。パウジースピーチの後に、 GDP グロースレートね、これ、クォーターオーバークォーターで Q3。4.9%ね。予想の4.3をはるかに超えて、4.9も成長しちゃってるの、GDP。うん。でもこれ、GDP イコールさ、みんなのね、あの、幸せ度が上がるとかそういうことじゃないんだよ。日本だってそうなんだよね。必ずしも GDP が個々のね、所得とか、ね、あの、クオリティブライフ上がるわけではない。なぜかというと、例えば家賃が上がってるとかさ、いろいろあるわけよ。 あとは、あの、金持ちがもっと金持ちになって、貧困の人もっと貧困になるっていうね、貧富の格差とかいろいろあるじゃん。だから、これイコールいいわけではないんだよね。例えばガファムがめちゃめちゃさ、あの、SP500 とさ、懸垂してるじゃなくて、なんていうのそういうの牽引してるいや、SP500 めちゃめちゃ割ってるじゃん。すんごいね、これ。うん。すごいよ。10%。なかなかこういう急な、あれはないよ。これ、だからさ、牽引してるわけよ、ガファムがね。 だからといって、あの平均と中央値の違いと一緒ね。GAFAM がめちゃめちゃ強いから、平均値は上がるんだよ。でも中央値は全然上がってないんだよね。日本の所得と一緒。金持ちがめっちゃ平均値を引き上げるんだけども、中央値、ね、100人いたうちの平均と100人,いた100人の所得の中央値って50番目の人の値が中央値なんだよね。だほとんどのマジョリティはあのお金儲けられないから、中央値の所得ってすごい下がるんだよね、平均よりも。 平均の場合ってさ、一人だけなんか10億、100億とか稼いだらさ、めちゃめちゃ上がっちゃうからね、平均の給与所得。それと一緒。SP のこれもね、あのめちゃめちゃ平均的には引き上げられてるけども、中央値見たら492社とか、そのマグニフィセント7とかっていうガファムプラステスラとかエンビニアとかね、入れたマグニフィセント7が500社の SP5 ランド、うちの7がね、30-40%ぐらい、ね、SP の SP5 ランドを牽引してるわけよ。残りの492社とかでほとんどね、あの成長しないんだよね、リターン的には。っていうことがある。 だから SP500 ってこれだけ落ちてるけども GAFAM がね多分 Google が落ちたからでもねマイクロソフトアマゾン落ちてないからさこれ多分他のねキーがめちゃめちゃ落ちてると思うんだよね、まあ、あとはあれだと思うんだよね QT じゃなくて QE しちゃってるんじゃないのもしかして財務省これはこれもしかしてあれじゃない財務省がさ縮小してるんじゃねっていう予想なんだけどどう まだデータは出てないけども、これ今上がってるけどさ、上がってるのは直近のところじゃないで、これが落ちてくるんじゃないのわかんないけど、大体相関してたからさ。まあまあ、ということで、あの、いよいよではないよね、まだ全然。まだまだ GDP がめちゃめちゃ強いのになんで SP 下がってんのっていうちょっとずれてるよね。ラグがあるのがよくわかんないけどさ。うん。だから、これようやくだから AI 特需でさ、こっから上がってったんだよね、この辺から。 そこまで戻ってきたよね。AI 特需上げがなくなったぐらい、今ね、うん。もっと落ちてきていいと思うんだけども、今、GDP がね、4.9%なのに、こんだけ落ちてるって何でなんだろうなって思ったら、来年の夏よ、うん。利下げが開始される頃、これ、SP もっと落ちていいんじゃないのみたいな、うん。ちなみにね、パウジ FRB、FOMC FR ね。FOMC はあと4日よ。もう来週の火曜日、最後の晩餐 利下げじゃなくて利上げはしない方向ですよ。99.9%高止まりのままだけどもね、問題はさ、これさ、来年の5月6月ぐらいまであと半年以上ね、このままキープするからさすがに失業率がち上がってくると思うんだよねって話で、パウジー、利下げまだできません、ね、って話です。で、アマゾン決算の話はもう言ったかなうん、アマゾンめちゃめちゃ強かったんだよね。だから株が上がったと。じゃあビットコインに関してね、見てみたいなと思うんだけども、これ、 あのやっぱファンダメンタルだよね、うん。ファンダメンタルの上げ、もう秒読みかは分かんないけど、うん、寸んめ劇場だよね。ということで、まあこれ見てみたら大体分かんないけどさ、ブラックロック運なんだよね。マーケットショー w ングサ something I've never seen。ブラックロック、ね。まあ米経済が弱くなってるんだよ。要は。うん、で、これ UAW ってこれイナイテッドステイツのね、あれよ。 GM かな、フォードかな、なんか2000億円ぐらい損失になってるストライキのやつね、うん。だからアメリカの経済の車がさ、すんげえさ、ね、やばいと、うん。テスラでさえプロフィットマージン減ってる。で、高い金利だから、あの住宅バブル崩壊とかなりそうだし、いろいろあるわけよね、インフレで。で、その状況で、米ドルのねあの、負債、どん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 増えてるからさ、イールドがめっちゃ上がってるだよな、ね、国債の。ってこれ借金まみれなんだよね、アメリカ。 ってことは、米ドルが弱くなんだよ。今はね、強いけどね、うん。日本円と相対的に比べてもね。弱くなってくるからこそのヘッジでビットコインに流れてるっていうのはあるんだよね、全然。うん、ということで、まあ、ETF が申請取ったら行くんじゃないのみたいな、うん、そういう感じですよ。だから、これに関しては、本当にもう、あれだよね。うん、あの、ちょっと、リスクオンアセットであるとともに、ビットコインはちょっとリスクオフでもあるみたいなね。 うん、中央集権から逃れてるから。で、一方で、テスラめっちゃ落ちたじゃん。ね、これ、テスラ。ね、アップルも多分落ちると思うんだけどさ、これだから今に始まったことじゃなくて、ここで止まるとは思えないんだよね。Q4、来年の Q1 っどんどん落ちてっていいと思うんだよ。だって、購買力下がるわけだからさ、貯金率なくなってるわけよ。で、しかも、テスラ warns that federal probe into whether it exaggerated the range of its cars、uh, may lead to a material adverse impact on our business. これすごいことよ。 うん、あの言ってるじゃんあの、アメリカの法務省じゃなくて何だ、なんた、ジャスティス・デパートメントね、ジャスティスが、テスラの,このあと何マイルぐらいね、バッテリーで走れますよっていうのを改ざんしてたんじゃないのみたいなで、それで連邦政府が、プローブっていうのは調査ね、捜査、うん、連邦捜査を始めてて、これによって、もしかしたら本当にテスラにとっては、あマテリアル、だから本当にシャレにならないぐらい、 アドバースって逆って意味ね。逆のインパクト、つまりネガティブなイン,インパクトね。アドバーシティっていうのは、あの、アドバーシティっていうのは、英語で言うと、苦難とかって意味ね。アドバースっていうのは、逆、リバースって逆でしょリバース。バースねリ。リってのはさ、逆じゃん。リドゥ、アンドゥーとかだね。で、リバースみたいな感じで、アドバースっていうのは、逆っていう意味もあるんだけども、逆っていう意味で、 そのすごい苦難みたいなねうん貧困じゃなくてなんだそういういに難しい局面に入るよっていうそんなインパクトかなりのねマテリアルンアドバースインパクトがビジネスあるかもしれないってイーロンが言ってるんだってうんだからこの連邦捜査これマジになったらだよだってボルクスワーゲン実際2015年さあの排気ガスのあれのデータ改ざんであの株めっちゃ落ちちゃって参ったじゃん。だから イーロンもうこれマジかもしんないって。DOJ、おね、Department of Justice、is also investing in claims that Tessa made about its purported self driving technology.Self driving に関しても捜査が始まるかもしれないと。ねごので、これわかんないよね、みたいな。うん。ねごので、まあ、落ちてほしいけどね、個人的には。買い場が来てほしいから。うん。で、一方で、 アーティフィシャルインテリジェンスメイクテスラーメンバーオブトゥワントゥリリオンダラークソブトプトとエンビディアだっけで、テスラは株価が落ちてるからワント l i o ンをまた行ったり行,った行かなかったりやったっけなうん。ということで、でまああのどうなるのかというと、まあ、Q3 では、ねまあ、プロフィットマージン落ちてるし将来に向けて、ね、AI のオプティマスとかさセルフドライビングやってるんだけども まだすぐには来ないと、まあ、来年になるんじゃないのかなと思ってますよね、うん。でもそれ以上にね、あのだテスラの車以上にオプテマスロボットの方がすごくなるって色言ってて、それよりも一番すごいのがエナジーって言ってるよね、バッテリーだよね。うん、ということで、いろいろあるんだけども、まあ、時間はかかるであろうと、しかも来年、だから向こう1年間さ、購買力ないから、こんなに売れないと思うんだよね。うん、だから、それを言うと、いや、株落ちてきていいんじゃないかなっていう風な感じだよね。うん I personally believe that Musk will pull off,、uh, will pull off his visions and transform Tesla into not only a leading car company but largest business in the world, AI.Tesla、ねうん、ってのは自動車会社じゃなくて AI の会社なんだよね、うん。ということで、まあ、将来的には買いでしょうって話だな。それはそうや。うん、これ今どうや、はい。ということで、日本がさ GDP が、ね、落ちたんだよね。うん、GDP が世界で 今3位ってなってるけど、これ4位で抜かれたんだよね。ヤフーニュースに載せてたよね、これ。うん、4.23トリリオン。インカレントダラーでも円安でこれがね、目減りしてんだよね。うん、4.07。だから 200, ミリオン違う200ビリオンか。ぐらいの差なんだけど、ドイツと。これも抜かれると。まあまあ、でもインドとかにもどうせ抜かれるわけだからさ、結局変わんなくねみたいな感じだよね、正直、うん。どうせ日本は沈没だし、みたいな。うん、だから、みんなどうすんの、うん どうするのって言ってもどうしようもないかもしれないけどさ。うんまあ、とりあえずあと1年は、1年といてかまあ、利下げするまでは円安は買わないとはね、あと日銀が利上げしない限りはね、だから厳しいでしょう。うん、厳しいミキティー久しぶりやな、ミキティって言ったの。で、パランティア、AI 関連のね、パランティア i n v e s t may have reasons to cheer beyond artificial intelligence。ね、あの、イギリスの防衛省とかアメリカの防衛省からさ、何百ミリオンってね、コントラクトゲットしてさ、セーフレベルの。 パランティア、唯一無二だよね。AI とビッグデータと。うん、で、これどうなるのかって。パランティアは今 i のミックスリアリティーサービスとのミックスリアリティーアプリ t ーションを使って、オントロジー。オントロジーって何だろうね。うん、ということで、まあ、AI 関連であの唯一無二だから、パランティアって落ちてないんだよね。未だに。そんなに。そんなに。エンビデはすごい落ちてるけどさ。パランティアそんなだけよね。 まあでも行くんなら1回22ぐらいまで行ってから下げてほしいけどね。エ、う、ア、ん、Airbnb はオワコンだよね。ニューヨークとかでさ、もう法律でシャットアウトされてるしさ。エ、う、ア、ん、Airbnb はマジでダメだな。あとあれだな、PayPal もダメだよ。ペ、う、イ、ん、PayPal。PayPal めっちゃ落ちてんじゃん。すごいな。ってことは、スクエアも落ちてんだよ。そう。ファイナンス系、B2B B、B2C のファイナンス系落ちてるね。Etsy とかショッピファイも落ちてるはずだよね。やっぱ B2B B とかね、e c ス m m コマースだからね。 今勝てんのって AI ぐらいじゃないでもエンビリアもやっぱ上がりすぎだから落ちてきてると思うけどもね。うん。テク系は今は勝てないと思うよ。アドビアすんげえ上がってるけど落ちてくると思うし。うん。g a f a のね、Google でさえここまででコテンパンにされてるわけだから、うん。まあ Apple もちょっと落ちてき,てきそうだよなって感じ。4100って久しぶりだよ、本当に。ここまで落ちてきたのって去年の、うん、去年の8月、いや、そういうわけじゃないか。 今年の5月もそうだったか。4100切ってたのか。3800までいってたか。今年の年末年始。あ、そっか。今年の年末年始って3700だったのね。そう、第4次の大暴落の、大暴落第4ステージ。ここ、貫通あともう少しとかずっといってたんだけど、結局しなかったって話なんだよね。で、みんな見てほしいんだけどさ、ウィークリーチャートから見てみると、これ本当に、 あのダブルトップみたいな感じで、ここから落ちてきそうなんだよね。これ2000 2008円もやってるんだよ、これ。これ、こんな感じね。あの、ウィークリーチャート見るとさ、あの、やっぱりてっぺん超えてないでしょ。で、ここをさ、サポートでさ、反発したじゃん。で、これ、ここから落ちてきそうなんだよね。2008円もね、そんなパターンだったんで、ちょうど。利上げ、利下げのところはね。ここ、ここみんな、みんな覚えてるゴリが高校生ぐらいだったぜ、この時この時よ。 だ今って多分この辺、おい、今多分この辺なん、この辺じゃないかなっていう、前も言ったけどね、こう最後のさ、ここね、ここで、ここが年末年始でレ、レあサポートで反発したところだと思うのよ。これ2008年だけどね、ちなみに見てんの。ここから上に上がってきて、やっぱりこれ経済強いやんってバーナンキーニョッキー,キーがいって、で、その、行ったのが2008年の1月なんだよね、うん。で、半年後の6月ぐらいをピークに、 がっつりと落ちちゃって。で、この時は確か、あの、利下げは、もうやってたんだっけな。どこだフェット、インタレストレート。あッチこい提案でいいフェットのインタレスト、フェットファンズレート、これだ。うん。確かもう、そうそうそう。だこの時はもう利下げしてたんだね、この時うん。早めに。だから、これは結構予測できてたんだろうな。うん。今はまだまだだから、 だから、今上がってても、逆に心配はないんだけどね。逆に。うん。逆に心配はないんだけども。でもこれなんか似てるよねって感じだよね。ここをレジスタンス、サポートに従って、ここ、やっぱり強いじゃんと思いきや、これ実はもうレジスタンスで反発して、もう下に戻ってきてみたいな。で、ちょうどいつが、あの、あれっていう話、あの、利下げ開始って、ここだよね。この赤い線。この赤い線が、じゃあこれは年末年始か。これ年末年始ね。 来年の5月6月ぐらいからこの辺だよ。この辺から利下げするんだから、ちょうどここでこうやって落ちてきていい感じなんじゃないのっていうふうな、うん、そういう検討の付け方よ。はい。ということでね、あのまあ、そってきてるよ、うん。消費者はそろそろ弱くなってくるからね。だから問題なしだよね。 一年前、あと1年時間があるからさ、今 GDP 強いけども、それは、ね、2008年の時だってさ、結構さ、強かったわけよ、最初の頃はね。でも住宅バブルが崩壊とかさ、いろいろさ、すぐ来ちゃうからね。うん。巻き戻しできないぐらいだから。からテスラとかも一気に悪くなってきたじゃん。まあ、まあまあそんな感じでさ、あの、まあいろいろやってきたわけよ。はい。ということで、あの、最近回線食えてません、皆さん。ね。回線代のおさいが少ないのかわからないけども。 うん、だから、海鮮大おさい熱望ね、みんな。頼むう、るせえノリビケーション。ね、ということで、皆さんあの、ゴリロス2日間、ね、みんな、うるせえよ、w h a t s あ p ね失って分かるありがたみじゃないけど、ゴリロスして分かる、ね、うるせえな。うんうん、ゴリロスして分かる、教祖のありがたみじゃねえよ、本当に。 だから、ゴリを生かさせてくれよな、プロテイン代でもいいし。ということで、皆さんは、えっ、ー、と、日ねあのニュースなど、いろいろね、久しぶりのゴリ様の、ゴリ様じゃねえ、ゴリ教祖の声聞けて、濡れたと思った方は、ぜひ、松清に行って、おむつ3枚、ね、買い出ししてきてください。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。